皆さんこんにちは、カンタです。今日もよろしくお願いします。いやー、久しぶりだね、アロ軍団。前に見てもらった時よりかは何頭かね、増えてるはずなんですよね。ちゃんとね、ボス戦に備えてね、このアロ軍団たちの強化してますよ。まだちょっと足りないかなと思ってるけど、実際どれぐらい必要なのかがよくわかんないからね。あのでけえ蜘蛛の化け物ね、奴らをやるために今こうしてね、仲間を募ってるわけなんですが、まあちょっとコメントの方で、どうしたんだよこいつらっていう風なお声をたびたびいただきますので、ここでもう一度ご紹介しておきました。可愛い子たちですよで、今日何をやっていくかっていうと、新しく追加されたアイテム等々をご紹介していけたらなと思ってるんですよ。こちら、この辺ね、モーターボートにトイレ、これに関してはとりあえずな、置いてみるか。これ本当だったらパイプとかをね、くっつけて水をね、水洗トイレみたいな感じ。あ、なに、あんなとこになんかいる。あ、ディプロドクスか。海の生き物かと思いきや全然ちげえわうん、水洗便所にできるんだよね、水パイプをね、こう通すことによって。で、ここに座ってうんこをこうブリッブリッってやれば肥料ができるみたいです人糞から肥料を作るっていうシステムね。今はね、水パイプがつながってないからこううんこができない感じなんだけど、まあ、ちゃんとね、水が流れた水洗便所になれば、おそらくうんこをして肥料を作れるという感じですねあとハープーンガンって言って、水中で威力を発揮する銃、こちらでございます。これね、これ今までは水中で使える武器ってね、クロスボウしかなかったんだよ。それがね、新しくこれ追加されてから、これ、このぶっといやつをね、水中で発射するんですよ。で、これなくなってなかったらこうやって回収可能なんですな。あのコンパウンド棒のでっけえ弓と一緒だよね、弓矢と。まあ、そんな感じでちょっと海の方行ってみましょうかね、モーターボート置きがてらね。よーし、久しぶりだな、海拠点の方も。現在こんな感じになっております。ほいっと。というわけで、水上拠点でモーターボートと行こうと思ったんですが、すっかり忘れてました。髪型もね、追加されたのでちょっと見ていきたいと思います。こうだっけ、これだこれだ。ね、髪型がね、あ、ハテナになってんじゃんこれ。あ、ブレイズって編み込みだ。かっこいい、歴戦の勇士。これ前からあったっけいまいち覚えてねえや。このハテナなんだろうね、これどうやったらさ増やせるんだろう。っていうかさ、今の今までさ、モヒカンだったんだけどさ、そのモヒカンがさ、選べないんだけど、これどういうこと？え、どういうことだ？ヒゲ。カーリーヒゲがある。あー、カーリーヒゲ面白えな。カーリーヒゲ面白え。ま、それ、もろもろそれらはいいとしてだ。いいとしてだ。よいしょっと。いいお顔。渋いわ。渋い。で、このハテナどうやって解除するんだろうね。ブレイズは編み込み。まあとりあえず新しい髪型が追加されたはずだから、それやりたかったんだけど、なんだろうね、なんかさ、宝箱みたいなのとかがあってさ、それで髪型新しいの発見しなきゃいけないとか、そんな感じかな。それでこのヒゲとかさ、髪型とかアンロック解除されていくのかもしれませんね。前はこれがアップデートで入ったばっかだったから、まだそういうシステムが出来上がってなかったんだろうね、これやった時には。なるほど、そうらしいよイカちゃんさてと、モーターボート置いてみっか。どれどれ、ここで、はい。おお、硬そう。あー、いいね、これだったらさ、あのボートをさ、食いに来る魚いるけどさ、耐えられるんじゃねえのかな。燃料をちょっと入れよう。こう持ってきてるからさ、これで起動。あー、動いた動いた動いた。
あ、いけるいけるいける。動かせる。いいね。快適な海の旅ですわ、これ。しかも、早いぞ。結構早いぞ。こいつはなかなか快適だ。いいね。結構早いわ。動くの。悪くない。イカダを破壊する魚のことをリード。あ、これイクチオサウルス。あ、イクチオサウルス久しぶりに見たな、お前。久しぶりだな。元気か？リードシクティスね。この辺さっきいたんだけどね。あれメガロサウルスかな？あれメガロサウルスっぽいな。よし！ハープーン使ってみるか。くらえ！あ、当たんなかった。待って待って待って。くらえ、この野郎！あ、待って待って。当たってない。当たってない？ゲ？当たってる当たってる。オッケーオッケーオッケー。当たった音がしないんだけど、ザクっていうさ。よし、倒した倒した倒した。また来やがった、この野郎。こんがり肉を与える。あ、ごめん。メガロサウルスじゃなかった。あ、待って。矢持ってかないで。イクチオサウルス戻ってきて。脳天突き刺さってる。ごめん。ごめん。メガロサウルスと間違えてイクチオサウルスに、この強力な矢ぶっ刺しちゃった。脳天ぶっ刺さってた。あ、来たー！ちょ、待って待って待って！リードシクディス来たー！やっぱね、モーターボートでも襲うね。モーターボートでも襲ってるし、いって、お前やめろ、バーカ！やめろって！やめろって！これ何？損傷具合どうなん？損傷具合どうなん？これ。損傷具合どこで見んの？これ。損傷してないな。え？モーターボート壊れないの？いや、これだ、HP マークあるわ。あ、これが体力なんだね、モーターボードの。まあまあ、ちょびっと食らってるけど、そんなでもないな。そんなでもないわ。うん。いてててて。お前、いてえじゃねえか、この野郎。やってさ、当たるとヒットマークとか出るもんなんだけど、これ出ないね。っていうか、なんか、ちょっと、写真撮るか。静かだ。こんな間近でこのでっけえ魚見ることもあんまないしな。あー、向かってくるー。いて。はははは。戯れてる感があるな。ダメージそんなでもないし。よいしょっと。まあ、普通に走ってったら多分追いついてこれないだろうな、やつも。じゃあな、いて。どうなんだろう。来てるな。あー、追っかけてきてる。追っかけてきてる。まあ、でも、モーターついてっからこっちはなんせ。モーターついてっからさ、負けねえよ。どうなんだろう、負けんのかな。いや、引き離してるな。引き離してる、引き離してる。はっはっはっは。じゃあな。こちらのモーターボート、プラットフォームサドルと一緒で、カスタム可能だったので、ちょっぴり置いてみました。こんな感じ。上の方はね、全然さ、置いた感じないと思うんだけど、潜ってみれば、あら不思議。いや、まあ、別に不思議ではないけど、こんな感じ。あのね、トラップ的な感じになるかなと思ってさ、水中用の。これできたら結構面白いなと思って。動く水中トラップ？こんな感じ。はい、こんな感じ。まあ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 、電気うなぎとかのテームになら、使えるんじゃないかなっていうね、感じかな。まあ、ゆくゆくはこっちの方はさ、これとりあえず今あるもので作ったからただの石壁なんだけど、ここにさ、扉のついてる扉とかに変えて、扉のついてる扉、日本語おかしいな。扉のついてる壁とかに変えて、窓付きのやつとかにも変えたりしたらさ、こっちの壁面からも中に閉じ込めてるやつを撃てたりするからね。でもってその時はさ、これ麻酔スピアボルトっていうのが、これ追加されてるから。で、今までは普通のクロスボウで麻酔の矢撃つしかなかったんだけど、もうこれからね、このぶっといやつ刺せちゃうから。はは、痛そう。すげえ気絶しそう。でもって、これはね、おそらくね、撃つと麻酔部分だけなくなって、ただのスピアボルトが回収できると思うんだよ。ちょ、それだけやってみようか。この辺にでも打ち込んで、オスモさん。これをさ、バーンって打ち込んだら、矢は残るけど、
麻酔だけなくなって、はいと左下出てきた、スピアボルトだけ回収できましたっていう感じ。まあ、スピアボルトとか作るの結構コスト高いから、基本的には回収しましょうってな具合かな。あー、これペラだ、ペラ、プロペラ、チャッチーなー。こんなんでよくこのサイズのイカダを動かせるな。あ、乗れねえ、あれ乗れねえ、あ、乗れねえ、この辺から乗れるか。あ、乗れねえ、もういっか。もう一個紹介するものがあるんだな。よいしょっと、こちらです、こちらです。トイレ作りました。ほら、水がね、なみなみとねあるよね。これ、これはね、よいしょっと、こっちの方からさ、ほら、水ラインできているからなんだね。さあ、そんなわけで早速ですが、うんこしましょう。このゲームはね、アーリーアクセス発売初日からうんこできるゲームだったから、ついにうんこのできる場所が追加されたと。これはもうアーク民念願と言っても過言じゃないですよ。さあ、うんこできるかな。できない。あれ、今までうんこって Z ボタンでできてたんだけどな、ボタン変わったのかな。ちょっと待ってね。あれかな、ズボン脱がないとできないとか。そんなはずねえよな。まあ、そんなわけで、ちょっと、アップデートでね、うんこするボタンが多分変わったんだと思います。どなたかわかる方いたら、どうか僕にうんこの仕方を教えてください。いやー、まあ、そんなわけで本日のところはこの辺にておしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、皆さん、バイバーイ。よかったらまた見てね。次こそはうんこしたいと思います。ではでは。